はい、こんにちは、こんばんは、こんばんはだ。今日ね、お休みなんです、せっかくの休みなんですけど、ほとんど寝てましてね。というのは、昨日、第5回目のワクチンの接種を受けたんですけども、これがね、結構副反応だと思うんですけどね、朝がだるくて、何もやる気がしなくて、もうひたすら寝てたんですけども、夕方になってやっとちょっと元気が出てきましてね。で、昨日計画してて、やっとここまでできました。ここまでできました。こんな感じですね。それと、ケンヨウさんのね、一般相対性理論、今もう一回ちょっと、まあ、最初からちゃんと読もうと思って、極率の測定ってところからを今やってます。極率の測定、浅永先生のよりはとっつきはいいんですけれども、これちょっとどうしてこの数式が出てきてるのかってあたりをね、チャット GPT にいろいろ聞きながらね、掘り葉掘り聞きながら、なんだか直感的にイメージは分かるんですけどね、直立ね、こう図が出てくれてるとだいぶ助かりますね。曲がり具合をこう、要するにこう球面のところにこう円を描いて、で球面だとこう地球みたいにね、こう丸くなってるから、こうなってるわけですよ。あるいはこうなってるのもあるでしょうし、平坦だとコンパスで描けばグリグリなんだけども、こう球面になってれば北極にコンパス突き立てて円を描くんだけど、それは 2π よりは小さくなる。で多分 その辺からその極率をっていう発想なんじゃないかと思ってるんですけどもね、やっております。あとちょっとさっき元気が出てきちゃったんですけども、レインボーのファーストアルバムのね、セルフポートレートちょっとやってみようかなって、大体は音取ったんで、と思ってるんですけど、というのはね、あのレインボーのファーストアルバムのセルフポートレートですね、歌詞がね、すっごく興味深い、意味深なんですよ。ダウンダウンダウンって、なんだあれ、どういう歌詞なのかなと思ってじっくり読んでみたんだけども、結構深いよ、解釈によっては深いなって感じで、ね、なんてこの間も南方系の仏教の長老様の話聞いてましたけどもね、リッチーって人も、あの人も独特の人生観を持ってて、まあ、ロニーが詩を書いてんだけども、多分リッチーの影響を受けて書いてるんだと思うんですけども、ダウンダウンダウンっていうのは、結局人間っていうのは死ぬんだけれども、でその自分のセルフポートレートに自画像をああでもないこうでもないって手を入れて、っていうのはこう自分のその何でしょうね、こう生き様みたいのに何かこう、手を加えて、まあでも結局俺も死ぬんだけどさみたいな、そんな歌詞に思えてきてね。で曲部長もね、地味編っぽいんですよね。なんかね、どっかで見たらね、バッハのね、死よ人の望みの喜びよだっけ、タタタタタタラタタラタタ、あれにインスパイアされてるんだって、リッチーが。全然それに聞こえないけど、ね、明日ちょっとやってみようと思います。それじゃ